ホイールアライメントは自動車のホイールの整列具合のこと。サスペンションやステアリングのシステムを構成するそれぞれの部品がどのような角度関係で自動車に取り付けられているかを示すものである。キャスタ角、キャンバ角、キングピン計画、トーイントーアウトの4つの要素からなる。キャンバー角車両を正面から見たときタイヤ上部が外側に傾くまたは内側に傾く。 角度をキャンバー角という。外側に傾くことをポジティブキャンバーと言い、内側に傾くことをネガティブキャンバーという。キャンバー角の設定はサスペンションの挙動と組み合わせて考えられており、これをサスペンションジオメトリーという。現代ではタイヤの能力を活かしきることを狙い、常に設置面積が最大となるよう、 サスペンションのストロークによるキャンバー変化が少なくなるようなサスペンションジオメトリーが主流である。これとは別にパワーステアリング機構が一般的ではなかった時代にはポジティブキャンバーにしスクラブ半径を小さくすることで操打力を低減することがよく行われた。現代の車両のように直進性主にキャンバー角がほとんど付けられていないものでも操打角が増すとキャンバー角は ポジティブ側へ移行する。このため、速度域の低い市街地走行のように打角が大きく、ロールの量が少なく時間も短くなるような使い方では、両前輪タイヤの外側が摩耗しやすい。旋回性能を高める目的では、ネガティブキャンバーに設定することが多い。ネガティブキャンバーをつけると直進時は、タイヤの内側が強く路面に設置するため、タイヤの内側から摩耗していく。 ステアリング操作力の軽減。キャンバーを持たせることで、キングピンオフセット値を小さくして、ステアリングの操作力を軽減させている。旋回性能の向上。旋回時に旋回方向から、外側のタイヤに大きな横荷重と縦荷重が加わり、キャンバーはポジティブ側に引き込まれてしまうため、タイヤと路面との設置性が低くなる。そのため、 あらかじめネガティブ側にキャンバーを設定することで旋回性能の向上が図られている。近年の自動車の設定ではかなり大きめのネガティブキャンバーも見受けられる。極端なキャンバー角設定は以下に記す変摩網や直進時のグリップ低下を招き危険である。かつてはキャンバーをつけるとタイヤは傾いた方向に横力が加わり車両の横流れが発生した。ただし、 現在主流のラジアルタイヤでは横流れはほとんど起きない。むしろ角のキャンバーによる設置性の低下や変摩網に注意すべきである。水平な場所に車を止める重りをつけた糸を垂らす。車両を正面から見た時のキングピン軸の傾きをキングピン角という。キングピン軸とはソーダの回転軸のこと。またタイヤ設置中心とキングピン軸の地上交接点との ズレをスクラブ半径というが、特に左右方向の距離について、日本ではキングピンオフセットとも言う。マクハーソンストラット式サスペンションにおいては、ストラット中心軸とキングピン軸を混同しやすいが、この二つは別のものである。キャスターアングルの説明図。傾きシータがキャスター角である。車両を側面から見た時の前輪のキングピン軸の傾きを、 キャスター角と言い,い、ソーダリンにのみ存在する角度。横側から前輪を見ると、通常キングピン軸は上部がやや後方へ傾いている。普通の車の後輪にはもちろん、キャスター角は存在しない。ストラットの角度やサスペンションの動作角を、 キャスター角と混同した解説が出回り、リアのキャスター角などという言葉も反乱しているが、誤りである。車両速報から見た、キングピン熟地上交接点とタイヤの設置中心の距離をキャスタートレールと呼ぶ。キャスタートレールによる直進性の保持。直進時はタイヤ下部が後ろに引っ張られる形となり、常に直進性を保つ働きがある。 旋回時になると、車輪下部が内側へと引っ張られ、直進しようとする復元力となる。旋回時に必要な対地キャンバーの発生。旋回中は、内輪は、ポジティブ方向へ、外輪は、ネガティブ方向への変化を促し、旋回性能向上に貢献する。キャスター角は特に直進性を保つために、設定されているが、その反面キャスター角が過小、課題。 左右不当になると、車輪の復元力に問題を生じ、ステアリングの戻りが悪くなったり、旋回時のステアリングホイールを保持するのに大きな力が必要になったり、ステアリング流れが発生する、などの現象が発生する。車両を上から見たとき、進行方向に対しタイヤ前端を内側、または外側に向ける角度を問うという、前輪の等イコールフロント等、後輪の通り屋である、 直進安定性などに関係する。進行方向に対し前端を内側に向ける角度を、当院外側に向ける角度を、トーアウトという。東印はで表し、トーアウトはタイで表す。通常は、車両の幾何学的中心線を基準に考えるが、左右を総合したトータル等も意味を持つ。等は角度であるが、日本ではこれまで、現場で容易に測定できることなどから、 車輪の前端と後端の左右方向のズレをミリメートルで表してきた。ただし、車輪の直径に影響され、ズレの値が同じでもタイヤの直径が大きくなるほど、等の角度は小さくなる。現在、諸外国では一般的に角度で表すが、日本においても海外製の測定器が流通するに、従い、角度表示が増えてきている。タイヤの抵抗によるトアウトの防止。 前輪にはポジティブスクラブが付けられていることが多く、路面との摩擦抵抗により常に前開きになるように、モーメントが働く。そこで、あらかじめ、遠ンを設定、走行中にトーアウトになることを防いでいる。サスペンションに内側の張力を発生させ、車両の安定性を高める。逆に、トーアウトにすると、ハンドル操作に対して曖昧な反応を示すようになる。 変魔耗の防止。現代のタイヤは年々扁平化の傾向にあり、ネガティブキャンバーの弊害として内側弁魔耗が起きやすい。頭印をつけることで内側弁魔耗を緩和することができる。もともとはポジティブキャンバーによるキャンバースラストの動きを打ち消すのが目的だった。 ポジティブキャンバーや細く、ハイトが高いバイアスタイヤの時代と比べると、現在のトーインの目的は全く違うものとなっているが、解説本の類では、今でも内容が変わっていないことも多いため注意を要する。トーアウトは、ハンドル操作に、機敏な反応を示す反面、ドライバーの疲労を引き起こす。市販車では、トーゼロから、やや、インが主流であり、トーアウトは稀れ、 競技車両などでは意図的にトーアウトにすることもあり他の要素と組み合わせることで様々な効果を出す。トーはキャンバー角やキャスター角以上に影響が大きいと言われる。車検でアライメントの要素として唯一の点検項目になっているサイドスリップはフロントのトーに最も近い要素と言える。ターニングラジアスは旋回時における左右の前輪の切れ角度である。 ターニングラジアスが狂うと直進時のホイールアライメントが正しくてもタイヤの摩耗を早めることになり旋回時の走行や安定性にも大きな影響を与える車両の運動上常に適切な切れ角を持たせることが望ましいステアリングリンケージでのナックルアームの曲がりやタイロットの左右長さの不当などが発生すると必ずタイヤの異常摩耗につながる理論的には 速度が極低速で、それぞれの車輪がその向いている方向に動いている。場合は、アッカーマンジャン等機構により、ほぼ理想的な方向に左右の前輪を向かせている。速度が上がると、それぞれの車輪でコーナリングフォースを発生させるのと同時に、スリップアングルが発生し、旋回の中心がアッカーマンジャン等機構で仮定されているご軸の、 延長線上から前方に移動するので前提が変化する。セットバックとは、頓座挫折、逮捕、交代、退学のことを言うが、ホイールアライメントにおけるセットバックとは、左右輪の位置のずれ言う。ホイールアライメントテスタによって、表示の方法が異なるが、左右輪どちらか一方を基準にして、他方の車輪が前に出ているか、後ろに下がっているかをで表す。 ホイールベースの左右差をミリメートルで示す場合と角度を示す場合がある。セットバックの狂いが大きければフレーム歪みもあり得る。スラスト角とは自動車の進行線すなわち自動車の進行方向と自動車の中心線とのズレを言う。スラスト角は別名をスラストライン偏差角、ジオメトリカルドライブアクシスなどという。スラスト角の狂いは後輪の左右個別の等の アンバランスイコールスラストラインそのもののズレ、フロントメンバーの横ズレイコール機械学中心線すなわち測定の基準線のズレなどが原因で生じる。スラスト角は日本ではそれほど重要される傾向はないが、スラスト角が自動車の安全や安定性、ドライバーの疲労にまで影響することから、高速道路の発達したヨーロッパでは非常に重要視されており、 スラスト角の許容範囲も0度プラスマイナス10分以内に限定されている。トータルホイールアライメントにおけるスラスト角の設定は0度プラスマイナス10分以内はもちろん限りなくゼロが望ましい。自動車が進んでいく方向、すなわち自動車の進行線は後輪の等によって決定される。後輪の等の左右差が大きいほど自動車の進行線と自動車の中心線の角度差が 大きくなり、自動車は、写真する。自動車の進行線が自動車の幾何学的中心線と、同一の場合は、問題はないが、自動車の進行線が自動車の幾何学的中心線の、角度差が大きい、すなわち、スラスト角が大きい場合、自動車を運転する上で色々な不具合が生じる。自動車が斜めになって直進するようになり、極端な場合には、 自動車の全部が通過しても後部が、障害物に当たるステアリングホイールのセンターが狂い、ステアリングホイールをまっすぐに保っても直進しない、左右の旋回時に、一方がオーバーステアで、一方がアンダーステアになる、ホイールアライメントテスタで、ステアリングホイールを正しい位置に調整しても、路上テストでステアリングホイールのセンターが合わない、加速や減速で不安定な挙動を示す。 現代の一般的な自動車ユーザーでは通常に自動車を運転する上であまり意識しなくなっている調整項目となっているしかしながら走行中にタイヤを溝に落としたりしてサスペンションに衝撃を加えてしまった後に自動車が直進しないように感じたらすぐ調整する必要があるそのままではタイヤのグリップレベルも不揃いでありいざ急ブレーキという時に 重大な事故を招きかねない。放置するとタイヤの変魔網にもつながる。近年の自動車では明らさまなコスト削減で構造が簡略化され、アライメントを調整するための機構を備えておらず、そのままでは調整できない。なんとか調整するにしても作業者のスキルが求められる。しかし近年のブームでアライメント調整業務を始めた多くのタイヤショップなどでは、 調整機構のない車両での作業はまずできない。誰もが気軽に調整を受けられるようになった反面、調整機構の備わった部分だけ調整して終わりという中途半端な作業しか受けられないことが多い。ノウハウのある専門店では本来調整不可能だったリジットアクスルのようなサスペンションでも調整することがある。ホイールアライメント調整、または設定は車両の重量が サスペンションの稼働部分に適当に配分された上で、1、走行上の安全性、2、適正なタイヤ寿命が確保できるものでなければならない。ホイールアライメントの調整作業は、後輪から始め、その後に前輪のキャスター、キャンバー等の順序で進めていくのが、一般的なやり方である。後輪は、操打機構はないが、自動車の進んでいく方向、つまり、スラストラインは、 後輪の左右の塔と左右のキャンバで決められているので、後輪のホイールアライメント調整が重要となる。足回りを含む事故の修復におけるアライメント調整は、ボデーアライメントの狂いがないこと、サスペンション周りの部品すべてについて異常がないことが大前提となる。事故車などでサスペンション周りの部品を新品に交換し、ホイールアライメントに異常がないのにまともに走らない場合、 その原因は、ボディアライメントの歪みであると考えられる。サイドスリップテスタは、ホイールアライメントを総合的に判断する測定器であって、このテスタだけでは、ホイールアライメント調整を完了することはできない。現在、整備工場や修理工場では、日本の車検で使用しているサイドスリップテスタにより、アライメントを点検するのが一般的であるが、このテスタで、 原因不明の異常値が出た場合、すぐに等の調整をしてしまうのではなく、総合的にホイールアライメントの問題がないか確認する必要がある。基本的には、サイドスリップテスターの測定値とアライメントテスターで測定した等因の値は同じではなく、測定している内容が異なるため、この測定値だけを比較することは問題がある。 日本の道路運送車両法の保安基準が定められたのは昭和20年代のことで、操打を有する前輪のサイドスリップ値の合否の判定基準はプラスマイナス5ミリメートル以内に定められている。この基準に従い国産車ではサイドスリップ値がプラスマイナス5ミリメートル以上の自動車は作らないが、輸入車にはプラスマイナス5ミリメートル以上の自動車も存在し、 このような前輪サイドスリップ値に関して運輸支局も認めているものもある。輸入業者がサイドスリップ値について形式認定時に申請し、実際の車両にはエンジンルーム内にアライメントの設定値が記載されたラベルが貼り付けられる。並行輸入車についても正規輸入車と同等の扱いがなされる。アライメントが狂う主な原因はパーツの消耗、劣化、または V、パーツの損傷の二つ。その対象となる V、パーツは、ボディ、サスペンション、タイヤホイールの三つである。ありがとうございます。